はい、皆さんこんにちは、まいちくです。いつもご視聴、コメント、高評価ありがとうございます。今日からね、ついに始まるという形ですね。年末コラボイベントということです。まあ、湾岸ではないかとかね、いろんな憶測がありましたが、先日ね、生配信がありました。その中でも発表がありましたが、今回のコラボイベントはよろしくメカドックということです。復刻ということですね。ということなので、まあこの報酬車両としてはすでに持っている方もいるということになりますが、この車両ですね、まあ見た目は本当ね変わらず、まあホイールをちょっと変えているんですが、まあこの星7ベースでのこのような車両が報酬車両として登場するイベントとなっています。そして同じ生配信の中でもう一つ大きな発表がありましたね。もしかするとこちらの方がメインになってくるのかもしれませんが、第2の星8車両がね登場ということで、フォード GT ですね、こちらの車両が、登場ということになっているようですね。発表がありました。来年のいつ頃かということはまだ決まってないようですが、918スパイダーバイザッハですか。まあ本当ね、初登場の星8車両ということで、まあ、すごいね競争率ではありましたが、まあ、実際皆さんが乗ってるのを見るととてもね予想以上に速くて、そして見た目もねもちろんかっこよくて、まあ、さすが星8車両だなというところをね見ることができましたので、今回のこのフォード GT もねかなりボーダーの高いイベントになってくるんではないかと思いますが、そしてもう一つね、来年大きなコラボイベントがあるということで、まあこういうものが発表されていましたが、まあ大体ねこれを見ると何のイベントか何のコラボかっていうことはね皆さんお分かりかと思いますが、まあこれら含めて2023年とてもね期待のできるドリスピーのね年となってくるんではないかと思います。まずは今日から始まったこのよろしくメカドック復刻コラボですね。こちらのイベントスケジュール、そしてイベントの要点、概要をまとめ、ステータスなど見ていきましょう。はい、このように今日6つのお知らせが来ていますね。パース強化キャンペーンのお知らせ、そして年末キャンペーン開催中ということで、こちら見ていきましょうか。年末ログインボーナスということで、27日から31日の間、これ11連無料缶オーダーですね、チケットをプレゼントということです。そしてこちらのオーダーですね、まあ、11連ガチャで期間中3回この中の車両が1台確定でゲットできるというものですね。まあこう見ていくと最近出てきた若いの車両がね多いですね。僕が持ってないものも多いですが、これかっこいいですね、レイオブライト、僕も欲しいですね。あ、ショコラさんもいますね。はい、ということで、まあ、年末キャンペーンも開催中ということです。そして今回のイベントをガチで走る方々はね特に回すかもしれませんが、このように特攻車両や特攻仲間のオーダーが現在開催されています。それではイベントスケジュール見ていきましょう。こちらよろしくメカドック復刻コラボということです。はい、イベントスケジュールはこのようになっています。ボスバトルとバトルはですね、この2つのイベントから構成されるよろしくメカドック復刻コラボとなっています。さてそれでは見ていきましょう。よろしくメカドック復刻コラボ第1弾ボスバトルイベント開催中ということです。こちらですね、今日から始まったボスバトル、期間は12月27日から1月10日22時59分の開催となっています。それではランキング見ていきましょう。ランキング報酬の位置づけとしてはこのようになっています。最上位ランキング報酬はこの SVJ、 そしてこのね MY20 ニスモですね、そしてこの白縫い、この3台が最上位ランキング報酬という位置づけにはなっているようですね。まあこのあたり後から見ていくと分かりますが、まあ戦闘力などからね見ていくと確かにそういう位置づけにはなるかと思いますが、まあこれら3台、こちらはここにありますね、歴代周年強者チャンスチケットで獲得可能ということですが、まあこれはこの前の周年イベントでもありましたね、この3台をこのチャンスチケットでゲットという形ですね。そしてよろしくメカドックの車両が出てくるのはこの上位ランキング報酬からですね。こちらメカドックセリカですね、 2800GT リアルバージョン、こちらは戦闘力星7で635となっています。まあ結構前のコラボイベントだったので、まあ、その当時の戦闘力としてはまあこういう感じでしたということで、まあここら辺とね比べてみても、まあ、戦闘力から見ると確かにね、まあ、この3台がね最上位報酬車両というね位置づけはまあ納得はできるかもしれませんね。さてそれでは2台目のランキング報酬見ていきましょう。日産渡辺スーパー Z ですね、こちらもリアルバージョンとなっています。 30Z ですね、戦闘力報酬6で566ということです。まあこのよろしくメカドックっていうアニメの中でもかなり有名な、まあ、人気のある車両ですね。そしてもう1台はマツダチャンプ RX7SA22C リアルバージョンということです。戦闘力星6で561ということです。そしてその他目玉報酬ということで、これね嬉しいですよね。
確か一番最初のよろしくメカドックの方では、これ青色のね、この2000GTR でしたが、その次のコラボでこの赤色の 2000GTR 来ましたよね。懐かしいですね。こちらがイベント交換所でゲットできるということですので、まだねこちらの車両をゲットしてない方はぜひねイベントに参加して必ずゲットできるのでゲットしていきましょう。戦闘力星5で512ということです。そしてこちらも懐かしいですね、トヨタセリカ 1600GTV 松切り坊主の2019年バージョンということです。戦闘力星5で485となっています。そして今回の特攻賞の車両はね、この2台はもちろんですが、以前のイベントでゲットした車両もこのようにしっかりついているので、参加しやすいイベントですね。かなり広く設定してくださっているので、ぜひね参加していきましょう。そしてボーナス効果詳細は、まあ、いつもと同じですね、車両仲間ともに現在開催中のオーダーですね、あちらで特攻台特攻中をゲットすることが可能ですね。そしてボーナス効果賞はね、先ほど見ていったように幅広くイベント交換所でゲットできるものが設定されています。ということで、いつものように無課金の方でもね、車両仲間 20% アップずつですね、最低 40% アップでは走るイベントとなっています。それではランキング報酬見ていきましょう。中間ランキングはいつものようにプラチナシールや会社交換許可券、そしてカーメダルなどですね。それでは最終ランキングです。こちら、それではこの歴代周年強者チャンスチケットの方を一応見ておきましょう。はい、このイベントスケジュールのお知らせのところにねありますが、以前と同じですね、対象車両はこのアベンタドルの SVJ とニスモの MY20、 そして知らぬいですが、必要交換ポイントは SVJ が6ポイントで、残りの2台は3ポイントということですね。そして最終ランキングで入手できるチャンスチケットの枚数ということですが、先ほども見ましたが、今回のイベントボスバトルとバトルは2つのイベントということですので、この2つのイベントで合計何枚ゲットできるかということになってきます。各イベントごとにゲットできる枚数がこちらですね。1位から100位の方が6枚、101位から500位の方が3枚、501位から1000位の方が2枚、1001位から7500位の方が1枚となっています。こちらがそのオーダーですが、以前と同じように1回引くごとに 3% の確率でこの車両をゲットできるかもしれませんが、もしできなかったとしても1回引いた後にゲットできる1ポイントですね、そのポイント合計6ポイントでこの SVJ、 3ポイントでこの2台のいずれかということですので、 3% の確率は一旦置いといて、確実にゲットしたい方は SVJ なら6枚ということなので、もちろんどちらかのイベントで100位に入るならば確実に SVJ がゲットできるということですね。あとはボスバトル、バトルは合計6枚ゲットするには両方3枚以上ゲットする必要があるので、まあ500位以内に入る必要があるということです。そして SVJ 以外の2台はこのように3ポイントで確実にゲットできるということですので、このボスバトルとバトルはね、どのようにこのポイントをゲットするかということをね、作戦を立ててこのイベントに参加してみてください。はい、それではここから上位ランキング報酬見ていきましょう。メカドックセリカ、こちらですね、1位から3000位だと思いますが、はい、そうですね、1位から3000位の方がこのメカドックセリカリアルバージョンをゲットということです。そして3001位から5000位ですね、3001位から5000位の方がこの渡辺スーパー Z リアルバージョンをゲットということです。そして今回も5001位から1万位ですね、はい、5001位から1万位の方がこのチャンプ RX7SA22C リアルバージョンをゲットということです。はい、ということでこのボスバトルですね、1位から1万位の方がこのいずれかのね、よろしくメカドックのコラボ車両をゲットということになっています。ぜひ参加していきましょう。それでは一応あちら見ていきましょう。はい、こちらにやってまいりました。もちろん復刻バージョンということで、しかもかなり前のイベントの復刻ということで、先ほど戦闘力も見ていきましたが、当然このね上の方にはないわけですね。ずっと下に来て、ここですね、今回のよろしくメカドックボスバトルの上位報酬車両としてはここになりますね。はい、戦闘力635ということなので、まあ、最近出ている車両と比べたらね、やはりかなり低いですね。そして加速性能1817、ハンドリング3218ということで、まあ、やはりこのあたりもね、もちろん戦闘力が低い分ね、こういうステータスになるわけですが、ただまあこの戦闘力から考えてみるならば、この加速性能は決して低いとは言えませんね。ただハンドリングはやはりちょっと低いかなという気はします。まあ、このセリカもですね、星7ベースではあるんですが、まあ、戦闘力635ということで、これを少し右にずらしていくとですね、もうすぐに星6ベースの車両が出てくるんですね。ということで、まあ、星6ベースでの強車ですよね、いわゆる星6ベースとしては、かなり戦闘力の高いこの車両たちと、この星7ベース、
ですね。このちょうど境目ですね。ここにいるわけですね。戦闘力635ということで、戦闘力強いステータスを求めて取りに行く車両では間違いなくないと思いますが、まあよろしくメカロックコラボというところですね。そこで以前ゲットできていない方や、これにまだ参加していなかった方や、そしてね、久しぶりにコラボイベントを楽しみたいという方はね、ぜひ取りに行きたい車両にはなってくるかと思います。ということで簡単に見ていきましたが、まあ新たに出てきたとても戦闘力の高い車両とかね、ステータスというわけではないので深くは見ていきませんでしたが、久しぶりにね来たこのよろしくメカドックという、まあ復刻ではありますが来てくれたこのコラボイベントということですので、この先ねボスバトルが終わった後にバトルワンも続いてくるということで、ぜひねこの年末皆さん楽しんでいきましょう。そしてそうですね、やはり期待しているのは、動画冒頭でも言いましたが、第2の星8車両フォード GT が来るということで、あちらのイベントもこのイベントよろしくメカドックコラボが終わった後、まあ、いつ来るのか分かりませんけど早々に来るかもしれませんね。まあ、そのあたりも本当期待しつつ、まずはねこのよろしくメカドックの復刻コラボですね、こちらを楽しんでいきましょう。はい、ということでそうですね、早いものでもう12月も本当終わってしまいますよ、ね、今年も皆さん、私毎月ですね動画上げてまいりましたが、いつもね見てくださって本当にありがとうございます。コメントにも感謝しています。そしていろんなね動画を上げていますが、引き続きね来年も皆さんにね楽しんでいただけるような動画を投稿していこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで年末年始もねまだ動画を上げていくかと思いますが、皆さん今年も本当にお世話になりました。良いお年を迎えください。ということで皆さん今日も最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画、そして来年お会いしましょう。じゃあまたね。